はい。超一太郎です。このニュースはね、ほん、あんまり話題になってないんだけど、捨ておけないようなュニュースなんですよね。まあ、要は、被害者が亡くならないと大きく報道されないのかもしれませんが、こいつらはひどいですよ。愛知県の岩倉市っていうところがあるんですね。そこ、まあ、名古屋の本当に、まあ、あの、地図上で言ったら上に当たる、あの、ベッドタウンなんですが、あの、そんな田舎、 で、まあ、田舎ではないけど、都会でもない場所なんですが、あの、なんとね、まずね、警察官に強盗するっていうバカみなことをやってるんですよ。あの、知らないですよ、も、もう、うん、一般に歩いてる人を、な、あの、いきなり、あの、襲いに行って、それが警察官だったっていう強盗致傷の罪などで、起訴されてる男たち3人組がいるんですよ。こいつらが、なんとですよ、 北名古屋市の路上で18歳の女性を車に乗せて連れ去り性的暴行をしたとして再逮捕。ね、これ再逮捕されたのが20歳と21歳、19歳の3人。ね。今年の8月です。北名古屋の路上で面識のない18歳の女性を軽乗用車に乗せて連れ去り性的暴行をしたとしてわい略取などの疑いが持たれていると。 うん、で、この、えー、事件の二日後に、まあ、別のところで会社運用を取り囲み、ショルダーバッグから財布を盗んだ窃盗でもこれ強盗だよな。で、えー、岩倉の路上で、帰宅途中の警察官を取り囲んで殴るなどして怪我させた上、カバンを奪おうとした強盗致、障害の罪で起訴されている。 いや、これはさ、もう、あの、なんか、生かして出しちゃダメなやつじゃないこれって。社会に。強盗だけじゃなくて、女の子も襲ってるし、もう手当たり次第。いや、こんなのが、地域にいたら、恐ろしくてどうしようもないですよね。どうなんだろう、これ。10年ぐらいの罪で終わっちゃうのかなうん。14、15年か。 昔で言ったら、本当に14、五5年って言ったら、あの、殺人事件ぐらいの量刑だったんだけど、なんか今14年とか15年って言ったら軽いよな。やっぱ30年ぐらいぶち込まないとですね。まあこれ20歳ぐらいじゃないですか。10年ぐらいだと30そこいられて出てきちゃうんで、まだ。盛りなんでね、こんなの。獣だだ。どうにかなんか法律で変えれないのかな、これ。思いません。 うんだって一歩間違ってればね、亡くなったり怪我したりうんいや、死んでからじゃ遅いんで、絶対やりそうだもんな、これ。ぜひ、出てきてやる。う,ん、うん。だから、闇バイトじゃないですよ。ね、別にこれ、SNS で知り合ったかどうか別として、 闇バイトの指示があったわけじゃないから、でもこんだけのことやってるともっと大きなニュースになってもいいんだけど、私ずっとこれは追ってるんですけど、なんかあまり全国ニュースにはなってないですよね。なんだろうな。うん、いやだって犯罪に派手も地味もないんだけど、これおかしいんですよ。ね路上で歩いてる人間ぶん殴って金奪う。車でさらって、ね性的な犯罪しちゃうっていうのは、 いや、うん。ねえ。厳罰を望みたいですね、これは。本当に。ま、15年ぐらいは来るのかなとは思いますけど、こんなんで出しちゃっていいのかって、ねえ。うん。公正なんてしないと思いますよ。絶対に公正はないと思います。うん。こんなの。いやー、驚きです。 うん、何とも言えません。ねえ。崩ったような犯罪なんで。なんか、もうね、10代のとかがもう殺すとか、リンチとかっていうからそっちに引っ張られるけど、これらやってること結構凶悪なんで。でも人が死ななきゃ厳罰にさせれないっていうのもなかなか厳しいな。うん。こいつら出てきたらまたやると思いますよ。はい。